ちょっと待って、一回待とう、一回待とう。なんかこの衝撃波みたいなの来るのね。よし、今だ。このレバーはなんだ、どれ。なるほど。あー、ちょっと待って、会社の仕事から逃げ出したい私が謎の何かから逃げるゲーム、インサイド、今日もやっていきたいと思います。画面の前の皆さん、こんにちは、ゆうきです。さあ、本日も、インサイド続きをやっていきたいと思います。コメント、高評価ありがとうございます。ぜひ、ちょっとでも面白ければ、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、やっていきたいと思います。それではですね、前回、潜水艇で、まあ、いろんなことがありまして、謎のね、モズクちゃんと呼ばれるね、ね、海中をさまよう、バケモンみたいな女の子に押されながら、さらに進み、その次のエリアで、ここのね、視聴者さんとついに合流しました。で、視聴者さんはね、こうね、みんなね、私の視聴者さん、全員タンクトップにね、サロペットというかね、オーバーオールを着てる、ね、人たちだったみたいで、この視聴者さんたちと一緒に今日は冒険をしていきたいと思います。さあ、でね、おそらくこの視聴者さんを連れて行かないと、扉が開かないっぽいので、まずはね、その扉を開けていきたいと思います。前回どこで終わったっけな、全然覚えてないんでね、ちょっととりあえずやれることやっていきたいと思います。よし、行くぞ、みんな。みんないつも コメント高評価ありがとうございますね。なかなかみんなあれだね、髪の毛が生えてなかったんだね。これ引っ張るのかな。ちなみにこのゲームは、掴んだりジャンプしたりそれぐらいしかできません。ああ、この数だったら引っ張るよね。よしよしよし、いいよ、ね、いつもねコメントくれてるみんなが。これ前に押すとかじゃないのかな、違うかな、引っ張るのかな。ちょっと前一回押してみましょうか。前はいけないんでね。あ、いけないんだ。よし、引っ張ろう。どこまで引っ張ればいいんだ、これ。ね、皆さんね、まさか皆さんが、ね、女性の視聴者さんとかもね、いらっしゃるんですけど、まさか女性も皆さん、頭に毛がなかったとはね、口が裂けても言えないですね。さあ、行きましょう。ね、あれかな、下着をつけてないのかな、上半身。そうなってくると。ちょっとこれ以上なんか余計なことやめよう。スイッチオン。ちょっと一回上行きましょう。どういう風に終わったかね、あんま覚えてないんで、今日はちょっとここをメインに行きたいと思います。まあ、そういうね、私は、妻が待つ家にね、帰らなければいけない。きっとこの視聴者さんたちもね、それを応援してくれているんだろう。私の妻はね、皆さんは知らないけど、とてもね、包容力があって、そうですね、お尻なんかもね、なんていうのかね、もう、それこそね、漬物石みたいなお尻をしていてね、かつそれだけではない、何よりね、首周りのね、お肉がね、太すぎて、開けろ、助けるぞ、おいしょい。ヤッホー。あ、加わった一人。一人加わったね、今ね。ね、もう、すごいですよ。30アゴぐらいになってるからね。私はね、昔からね、肉付きがいい人がね、これ全部妄想ですからね。これ全部妄想ですよ。私、独身ですからね。あ、こっちは一人で行くパターンなのかな？おー、行き止まりか。でもあのレバーにポイントがあるんだよね、多分ね。上になんかレバーあるもんね。あのレバーをまず動かしていく。ってことは、ちょっと視聴者さん、よろしくね。ジャンプ。あー、ちょちょちょ。多分、視聴者さんジャンプみたいなのするんじゃないの、これ。乗っけてもらって、それ！よろしく！ナイス！みんないいよ。これを落とすとどうなるんだ？トロッコが落ちてくる。そしてさらに、登録者3人追加じゃないの、これ。登録者3人。あれ？ちょっと来ないね、こっちね。お？あ、あの岩が邪魔なんだ。ほう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 。ちょっともう一回行こうか。ちょっと、トロッコを動かしたり、なんとかしたりしてみよう。よいしょ！よろしく！ナイス！こっちにして、そうすると、
よくおとなしく乗ってるな、あの人たちも。こうしてこうコンコンするじゃないの、こうコンコンしていくみたいな。所長をつける。あー、わかった、タイミングよくあれだ、上に上げるんだ。こうして下に落ちてきたあたりで、それごめんよ事故だわ。ちょっと待って、いくよ、せーのね。多分ね、2枚目のあの上あたり、せーの、はいはいはい違う、結構早めだな。真ん中あたりかな、真ん中のあの軸あたりで行くのかな、もしかしたら。ここじゃない、それ、来い、来たー3人どころじゃなかった、4人ぐらいいたわ。いやー、待ってたね。あ、なんかちょっと1人人はちょっと2人ぐらい下履いてない人いるけど大丈夫？ちょ、ダメだよ、私の動画だからってね、何でもやってもいいやみたいな感覚で来られるとちょっとね、後で編集とかしなきゃいけないんで。下は履いてきて、誰？下履いてないの誰だろうな。ね、下履いてきてほしいな。ね、最近ね、ね、私の動画を見てね、昔からねコメントくれるね方とかもね動画をやってるんですけど、その辺のね方々がもしかしたら下履いてこなかったんじゃないかな。ツイッターとかでもねいつもね仲良くしてもらってますけど、これ何人いるんだろう。多分これを、あ、20人になった。おお、怖い、なんかズズーンっつった。ちょ、一回上行くか。じゃあなんだろうあれ、ちょ、もう一回上行こう。よっしゃなんか絶対履いてないよね。ね、なんかまあ要するにね、何、フルのチンみたいな感じのあれかな。じゃあれかな、じゃないわ。あ、まだいた、まだいた。よし、何人いんのこれ。すごいね、視聴者さん、ヤッホー。引っ張れ。あれ、押すのかな。よし、押したれ。うわー、大丈夫？これ死んだんじゃないの。大丈夫かこれ。結構高さあったけどね。まだいるかな。右側にも行ってみましょうか。こんだけいたらあれじゃない？このゲームね、犬が強敵なんで、全員でね、犬をね、殺人犬みたいのがいるんですよ。あれをね、ボコボコに殴りつければなんとかなるんじゃないかな。すごいんですよ。犬はね、瞬殺されるんで、嫌いなんですよ、私。瞬殺ですからね。ちょっと、行こう。下落っこちゃった人たちが心配だ。見に行こう。暑いから、いじんないでくんない？なんかいじってくる人いるんだけど、何？あのさ、さりげなく肩とかさ、おさわり NG ですよ、私。ちゃんとね、事務所に許可取ってくださいね、おさわりに関しては。あ、死んじゃった！あ、死んでて、何？なんだ、すげえな。すごいね。生命力半端ないね、やっぱね。やっぱね、さすがね、私の動画を見てる人たちだけありますよ。やっぱ生命力で物を言わしてくね。何でもそうですよ、ダークソウル3も、ね、まずは生命力から上げていく。もうね、まさにその通りですね。視聴者さんの生命力もね、みんな50近くあるんじゃないですかダークソウル知ってる人じゃないと分かんないけど、なんかヘルメットかぶってる人もいるね。流行りのあれかな、帽子をちょっとね。あ、ちょっと待って、これ多分進むんだよ。ちょっと上さ、ジャンピングしていけるとこあったから、そこ行ってみようかな。もういないよね、ほぼ全員なはずなんだよ。これ結構な距離飛べんじゃない。おい、なんかサボったやついるぞ。お、なんか胴上げみたいな。ふぅ、万歳万歳、やったー、おめでとう、100万人登録者おめでとう。さあ、100万人の視聴者さんが私を、100万人おめでとうちょっと待って、いろいろ突っ込みどころあるけど、何人かやってないぞ何人かやってるふりしてるだけのやついるぞ。さあ行くぞ、ここちょっと、ここ飛んでみよう。それ
よし、こっちなんだ。あれ、これ進んじゃうのかな。え、どっちなんだろう、上と下。あ、いたいたいた、こっちにもいるわ。あ、起きない、この子。この子起きないわ。ここ何？ここ何でもないの？この子何？あ、連れてくる連れてくる。え、この子何？あ、一人分足りないのかな。多分ね、あの数字の20っていう分、その人数必要みたいな感じなんですよ、多分。この全員の人数。ありがとう。大丈夫？ちょっとごめんね。さあ行くよ。あ、これで19人なのかもしれない。で、さっきのポトッととした人入れて、なんだろう、20人ぴったりみたいな感じかな。ちょっとさ、この一番下の左側のちょっと引っ張ってきた、なんかすごいでっかいトロッコみたいな、何なんだろうね。あれをちょっと調べていきましょうか。時間はたっぷりある、ゆっくりやろう。そうね、なんかね、ね、関東の方にもでっかい台風がまた迫ってきてるんでね、涼しいったらあれしない。あ、この縄かな、これに、よっ、よし、これで上に行く。暗いな、これで上乗れるみたいな感じかな。上乗れる、これ、それ。ああ、センキューセンキュー、ありがとう。え、これちょっと待って、これ分かった、ちょうどいいタイミング、これぐらいだろう、これぐらいだろう、これ多分。今日、よいしょ、で振って掴むんだな、あの上に。おそらく私の予想だとそうだ。振って振って、よっ、あ、違うな、なんだこれ、どうすんの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 。ちょ、もう一回開けて、せーの。ちょっと待って、これ上まで行っても、あ、上乗れるんじゃ、なんなん、乗れるんじゃ、普通なんなん、危ない危ない。あー、あれ、動いた動いた、あ、動いたとこ押してくれてんだ。おお、ナイスナイス、皆さんすごいね、コメントもくれるわ、高評価もくれるわ、トロッコまで押してくれる、もういたせり尽くせり、自分じゃほとんど何もやってない。何これ、登れんのか、登ります。何があんのこっち、え、あ、水越えてく、何があんのこっち、地下室、地下というかね、なんか隠しアイテム的なあれじゃないかなと読んでこっち来たんだけど、お、なんかスイッチみたいな、何何、おー、あー、スイッチ押して上行くやつだ。どこ行くんだろう、上に捕まるのかな、シュッと、ほっ、あれ、あ、わかったわかった、これ多分引っ張って、違う違う違う、これが来る前に、あれあ、下に入れてからやるのかな、もしかして。よいしょ、高さが足りないもんね。で、これ下入れる、コントで一段高くして、もう一丁いけ、飛べ、取る、あぶねー、おお、なんだ、落ちてきたこんにちはすごい、そうか、この3人も必要なためのあれだったのね。よし、行こうぜ。すごいな、またまた登録者3人増えたわ、すごいね。こんなね、ポンポンとね、登録者が増えてくれるとね、すごい嬉しいんですけどね。まあ登録者はね、いいんですよ、あの見ててね、楽しんでくれてる人がいる限り、一人でもね、あれやってくださいっていう人がいればやる、そういうね、動画にしていきたい。最高、これで19人集まったのかな。ちょっとテイコ取るよ。はい、番号1、私1だからね。はい、番号1、
あ、ダメだ。やっぱいつもね、ね、やっぱ皆さんあれだからね、コメント欄で文字を打つ方だから、やっぱね、多分もしかしたら234ってこう、キーボード打ってくれてるのかもしれない。そんなバカなことあるか。しゃべれない人たちが見てるわけじゃないんだ。こっちはもうないん。ないないない。行こう。こっちはもうない。さあ、行くぞ。多分これで合ってるはず。さあ、ミラノ州。私がね、旅立ってしまうと、もしかしたらみんなお別れになっちゃうかもしれない。まあ、なんでもいいけどね。パンツ履けよ。パンツぐらい履けよ。パンツってあれだよ。ズボンじゃないよ。パンツの方ね。もう下着履いてないの2人ぐらいいるでしょ。いつもね、生配信とかでもね、皆さん結構盛り上げてくれてて、大戦突発的にやってんだけどね、突発的にやってる生配信なんだけど、見れなかったとかね、言ってくれるのがすごい嬉しいですよね。で、さっき落としちゃった、これ何人の、ほら、あと1はこの子なんだ。ごめんな、ちょっと君は疲れて眠ってしまったのかもしれないけど、ちょっとだけ体借りるよ。ありがとう、みんな。また新しい動画また見てね。じゃあね。バイバーイ。さあ、そんな視聴者さんたちを背に、おお、何、戦争、どうしちゃったのこれ。怖い、何、おお、何これ、振動が来るんだ、バーンって。だ、急いで、振動が来る前に、うわっ、ちょっと待って、一回待とう。なんかこの衝撃波みたいなの来るのね。よし、今だ。このレバーは何だ、どれ。なるほど。あー、ちょっと待って、これ掴めんだ。ボーンって来て、こっちにすると、あっちが、こっち、あっちが上がるのね。オッケーオッケーオッケー。ボーンって来たら、こっちに倒して向こう上げていくんだ。よし、行くぞ。おら、うぅ、なにこれ。うおー、めっちゃなんか飛んでくる。すげえ。波動砲だね、波動砲ね。なんだろう、うちの嫁のあれかな、くしゃみかな。うちの嫁のくしゃみかもしれない、これは。うちの嫁のくしゃみはね、台風10号もうちの嫁のくしゃみが原因じゃないかって言われてるんでね、巷ではね。って言われてないわ、言われてない、嫁いないわ、その前に。お、止まるな。止まるってことは、どこで止めるんだこれ。はしごは登れるじゃない、普通にね。多分どっか止め場があるね、これね。ここら辺かな。違う、これ多分この衝撃波を防ぐための仕掛けなんだ。だ、これが間に合うぐらいの位置、多分一番上じゃない、この辺じゃないか、この辺で行こう。ボーン来た、行く、ドラ、頼む、間に合え、アウトー、うっそー。黒すぎだろ、弾け飛んできたよ、こっちに。まあ一応分かった、もうちょい上の方、結構上の方だよね。ここだよ、よし、行くぞ、よっ、余裕があるからね、今度はね。あぶねー、よく間に合ったな今の。そんで、一回これ上行こう、上行って、もうレバー動かせないからね、一気に行くしかないんだよこれ多分ね。ちょ、次行こう、せーの、ポン、あぶねえ、ちょ、今危なかったんじゃないか。急げ、うわお。え、難しくないこれ。ちょっと待って、だってさ、あそこ防がないと無理じゃない。ちょっと待って、なんかあるはず、なんかヒントがある。まずボーン、絶対この辺なんだよ、まずは。よし、行くよ、
ボーンとここで行く。よいしょよいしょ。おしまい、やったわ、やった、ギリ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 。レバーないんだよここ。危ねえ、なんか飛んでったよ。これって動かせないからね。ボーン行く。これダメだよね多分ね。多分間に合わない。間に合って笑ってる場合じゃないわ。どうすんだこれ。これ何、どうすんの。マジでマジで分からないぞ。ちょっと待って、ここで来るじゃない。で、はしご絶対間に合わないんですよ。でもこのレバーしか動かす。あー、分かった。これレバー使わないんじゃないのこれ。あ、レバーに見とれてるんだけど、もしかしてレバー使わないんじゃないこれ。そうだ、レバー使わないんだよこれ多分。ボーン、肉ちょうどあいつが来てくれることを祈っていくみたいな感じじゃない。タイミング合わせてハロー絶対そうだ、これ絶対そうだ。あれと一緒に動き合わせていくんだ多分。それしかなくない。だってそれ以外ある。もっと動くじゃない。レバー使わないんだよこれ多分。分かった分かった、多分そうだよ。合ってるかな。ちょっと待って、ちょっと待って、タイミング合わせていくよ。ボーンでいく。よっしゃ、おらっだー、行かないで。はあ、お前がちょっと待って、これ本当なん、どうすんだろうこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にちょっと待って、ちょっと、あ、やべ、ちょっと一回尺を確認しつつカットします。はい、カット。はい、もうちょっとね取れそうなんで行きたいと思います。多分ね、分かった、これねタイミング合わせるんじゃないかな。止めといてよっ、こうだこうだ、よし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 。音が、音がゲーム内でおかしくなってますからね、これね。撮影環境がおかしくなってんじゃないですよ。で、これで、ボン。よっしゃ、来た。よっしゃ、こうだ、こうだ。やっぱりね、タイミング合わせんだと思ったんだよね。うえ、怖え。ここも来る？これも難しいな、タイミングがな。引っ張るんだよね、上にね。待て待て待て、違うな。ドンよっ。これちょうど死ぬもんね、この上のおかさね。だからドンの後のドン、多分ドン来るあたり。いばら、ビビっちゃった、ビビっちゃった。よっ、こうだ、ドアラ、よっしゃー、来たー、じゃあ来たー。さあ次、なんかよくわかんないけど、どんどんレバーをね開けていくスタイル。なにこれ、あ、いけーここも来んのここも来るんかい。ちょっと待って、これ開けちゃうとボーンが来ちゃうんだね、うん、まだ外で響いてる段階。これ何、すいません、いける？あ、いけないんだ。すいません、何ですかこれ。スター・ウォーズのエピソード8待ちみたいな感じ。ここで隠れなきゃいけないんで、一回。これで進んでいくのね。よし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 。ないないない、これ。気持ち悪い気持ち悪い。わー、なになになに、なんか吹っ飛んでってる。あー、吹っ飛んでった。なになになに、これ怖い怖い怖い、これ何、これ、どんどん吹っ飛んでってる。急げ急げ、このまま真っ直ぐ行けばいいの。うおお、上が、なにこれ、え、なになにこれ、今度はこれ以上行かない扉が。これ
ここで、え、違う、ここじゃねえよ、絶対。ドン。ここだな、次だな、次だな、多分次だ。うわー、行こう行こう、もうここに行こう。落ちろー、ダーン。どこで行くのこれ。マジか。あそこじゃないんだ。ちょっと待って。なんかね、カクカク動いててね。で、右、下に来る。ここ、ボーン、一回衝撃波を防ぐ。これじゃもう間に合わないんだよ。右、下。で、ここで衝撃波を防ぐじゃない？そこで待ってても死ぬんだ、これで。あー、わかった。わかったぞ。よっ、うわおう。多分ボンの時飛び降りるんだ。根元があるからね、この機械の。わかったわかったわかった。行くぞ行くぞ、ここは行こう、ここは行こう、ここは行って、よし、ここで飛び降りるの。まだまだまだ、今だ。よし、ここで行く。どれだ。おお、ここ大丈夫なのか。怖え。なんなんすか、ここ。やめてくださいよ。なんなんすか、ここ一体。誰だっていうね。おおおおお。いやー、妻のね、くしゃみがね、もうね、鼻炎だからね、うちの妻はね。すごいから、ほんと。開ける。ちょっと待って、こっちは？こっちは行けないですね。じゃあこっちかな。もうエレベーター素直に乗ろう。スイッチオン。おお、ちょっと下いた。どこまで行くの？開かないよ。開けてー。いや、私ね、そんなに地下降りる気じゃなかったんだけどな。ああ、衝撃波が。私なんでこれ乗ってしまったんだろうか。あー、ちょ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 、うわー、ちょっと、いい、誰かー、ちょっと、こっちだ、こっちだ、死ぬ死ぬ。どっから出んの。ここか。急げ急げ、そこだそこだ、そこに、そこに、もうそこに、そこに、よいしょ。あ、危なかった。いやー、危なかったね。私ね、昔ね、通信空手やってたからね、それのおかげで肺活量が持ちましたよ。これ上行けるのかな。こっちか、よし。で、こっちを飛び移っていく。よいしょ、レバーオン。ん？レバーオン。あー、なるほど。開けてる間しか開かないパターンのやつか。上は？なんもないっす。やっと空気を拝めるぜ。多分、最大級まで開けて、一回で飛ぶかな？飛ぼうかな？じゃあ。行くよ。よっ！よっ！いけ！間に合え！おっしゃー！あれ、外じゃないんだ。すいません、誰かいませんか。ちょっともう家とだいぶ違う。家なんかどこ行っちゃったんだろうっていうぐらいの場所に来ちゃったんですけど。地下ある、ここ。あ、地下あるな。なんかあるのかな、これ。あ、なんか向こうに行けるな。あ、違う、向こうに行けるっていうか、向こう行くしかないんだ。行こう、進むよ。怖いな、もずくちゃん来ないでよ、こんな時に。あれ怖いから、ほんと。よし、はしご。うん。いやー、すごいね。いや、謎が謎を呼ぶ。インサイド。ねえ、面白いですね。どっち乗ればいいの？シュワ？おう。なるほど。よし、じゃあ、尺的に今日はここまでにしましょう。
じゃあインサイド最後までやっていきますので、ぜひこのゲーム、この不思議ゲームのね、結末を皆さんと見れたらなと思います。それでは皆さんまた次回ぜひご視聴よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。またね。いやー恐ろしかった。これ何、これその前にこれ何、これど何なのこれ。おこれ何、何のためにこれ乗れんの。なんか絶対意味あると思うんだけどな。まあ、絶対こっちだよね 100%。 こっちだとは思うんだよ。